こんにちは、グリムです。今日はですね、ライティングを改善した話をちょっとしてみたいと思います。で、ここの環境ではですね、僕アマランの、COB60X かなっていうのをここから照らしてまして、たんですけども、ちょっと3つほど問題点があったので、ちょっとお話してみます。まずはですね、光量ですね。で、ちょっと光量が、足りないなって思うことが結構あって、もう一つの部屋では、こちらの 120D2 を使っているので、まあ割と明るいんですけども、60ってことで、ちょっと足りないなと思ってたんですね。であとは、距離ですね。で結構距離があって、それで、まあ十分な光が届いてないってなったので、まあ、こっちの方にしようかなとか思ったり、まあしてました。で、どうしようかと思ってたんですね。で、もう一つ三つ目が、背景との輝度差ですね。で、ここ明るいと思うんですけど、この部屋だと、後ろが窓になっちゃうので、本当は、サイド光にしたいんですけども、まあ、最近ソファにずっといるので、ここになってしまっていて、ました。でですね、改善したのが、まあ、とりあえず場所を変えようと思ったんですよね、初め。距離を近くしようと。で、光量はこれでとりあえずいいかなと思ったので、近くしようと思ったんですが、そうなると、この辺に三脚を置いて、やることになるので、結構めんどくさいと。今、キッチンのですね、ところに、なんていうのこれ、突っ張り棒で固定してるんですけども、それが、まあ結構良くてですね、iPhone アプリでオンオフできるし、動かさなくていいので、で、それだったらこっちに持ってこようかと思ったんですけど、こっち下がですね、うちのペットが寝てるので、何かあって落ちた時に危ないと、まあ、いうのがあって、まあそれは却下しましたね。で、つまりこのキッチンから動かしたくなくて、どうしようって考えたんですけども、改善しました。で、まずですね、このグリッド、外しました。こちらですね。まあ、とりあえず何も考えずにグリッドつけてたんですよね。まあ、なんとなくかっこいいし、あと光がこうよりももうちょっと狭まると。被写体に対して、まあ、狭まるので、と思ったんですけど、これを取りました。すると、まず光量が上がりましたね。なんていうか、より拡散したのかな。より拡散して光量が上がったと。いうのと、あと、ついでにこれも止めました。これがインナーディフューザーって言うんですけど、これ中につけてたんですね。で、これでもディフューズしてるので、こう反射してこう、来るんですけど、つまり今はですね、ライトがあって、ディフューザー1枚、白いのつけてるんですけど、それだけにしました。というわけで、結構光量が上がりましてですね、いい感じになったんですね。で、これを足りないと背景との輝度差が結構あるので、ここが暗くなってノイズ出るんですよね。で、 BMPCC6K にしたとしても、それが別に良くなるわけじゃなく、結局アナログ的なライティングの環境を改善しようと思ってやってみました。で、そうすることで、僕このセコニックの露出計持ってまして、フィルム撮るとき扱ってたんですけども、露出計ついてないカメラだったんですね。で、ここで測ると ISO160 で F2.8 だとしたら15分の1秒なんですね。で、この辺の後ろの窓のとこに行ってやったら30分の1でした。はい、つまりここよりもここの方が明るいと。で、あと、ここが一番明るいんですけど、ここ窓開いてるんですね。で、わざとっていうか、そのカーテンって、ちょっと開ける方が、まあいいっていうか、その映像でそういうテクニックあるらしくて、ちょっと開けてるんですけども、で、ここが一番明るいと。で、ここでこの測ったら、60分の1秒でした。つまり、シャッタースピード入ったことが明るいとですね。で、60分の1、ここが30分の1で、今ここが15分の1と
いう感じで、で多分このグリッドとかインナーディフューザーつけてた頃はもっと暗かったので、もちろん暗かったと思うんですけど、まあ、こうなることでちょっとはこの辺との軌道差が近づいて、つまりダイナミックレンジが整うっていうか、ここが暗くなりすぎないからシャドウがノイズが出にくいという感じになりました。はい、というわけで、まあこの環境ではまあソニーで撮ってもライカで撮っても BMPC で撮っても基本ちょっと暗かったんですけど、まあ、BMPC ってすごいアナログな機材なので全部シャッタースピードもね全部調整するじゃないですか。で改めて向き合えて気づいたんですけど、まあ、こうなりました、はい、という感じですね。なのでまあ BMPCC6K はまあいらんかなと思うこともあったりするんですけど、やっぱりすごく勉強になっているし、より映像に向き合えるっていうか、なんか不思議な魅力ありますよね。で今ソニー FX3 もこうマニュアルフォーカスしかできないライカのレンズつけてみたりして、改めて撮ってみたりしてるんですけど、これをつけると手ブレがすごいので、じゃあジャイロによるスタビライズどうしようかなとか考え中なんですけど、これめっちゃかっこよくないですか、このズマロンっていう 35mm F3.5 のレンズです、はい。まあ、それはいいんですけども、でちょこっとアプチャーのアマラン COV60X について、お伝えしてみます。でこれはまあサイズ結構ちょうどいいんですよね。まあ、本体割とこんぐらいでコンパクトで、今キッチンの入り口に妻に文句言われながらつけてるんですけども、まあ、本体コンパクトだと。ですごくいいのが iPhone のアプリでコントロールできるんですよね、はい。これがサイダスリンクってやつなんですけど、これ消すと、まあ、こうなります、はい。で今 ISO も固定なので明るさ変わったと思うんですけど、ここで測ってみますね。ISO は 160F2.8 で4分の1になりました。4分の1秒なのでだいぶ暗くなりましたね。さっきはここで15分の1だったん でここが30分の1、ここ60分の1なんで結構軌道差が出てしまったということで、でこれつけるとこうつくということですね。でこれまあ MC なんとかって書いてあるんですけど、これもアプチャーのやつなんですが、こういう色の変えられるやつ、これもコントロールできます。はい、で、どっちも消えますね。っていう感じで、これも、まあ、これはちょっと、まあ、色をつけたいときに、つけてみようかな。使ってますね、こうやって。ちょっとつけてみますね、はい、という感じですね、はい。でこのアプリがすごく良くて、でスペック的には炎色性が96プラスっていうので、まあアプチャーの製品ってだいたい太陽光に近いですよね、うん、結構いい数値だと思うんですけど、で色温度がこれ変化できるやつで 60X ってことで 2700K から 6500K までいじれます。僕はまあほぼ 5600K ぐらいの太陽光に近い色を見にすることが多いんですけどっていう感じですね。でこのソフトボックスがこれもアプチャーでライトドームミニ2ってやつですね、はい。で今日はこのグリッドとインナーディフューザーを取り除いたと。これもう本当何も考えずつけてたんですけど、まあ、やっぱこれによって現行されてたので取り除いてよかったかなと。ちょっとはこれが拡散が弱まったことで光硬くなってるのかもしれないんですけど、まあでもそこは明るい方がいいので、はい、理想はあれですね、これもつけてもっと距離近づけた、もうこの辺にライトあった方が
光が柔らかいと思いますし、いいと思うんですけど、まあ毎回移動したり結構大変なので、一応固定しながらこれが増えたという感じになります。はい、というわけでこのアマランすごい便利なのでおすすめですね。これ手持ちでもいけるオプション確かついてて、こうやって手持ちできますし、今クランプにつけてるんですけど、固定しても結構便利ですね。で 120D2 と違って、 120D2 ってこんぐらいあって、結構本体自体重いんですけど、でコントローラーもこのぐらいありますね。なんですけどアマランは本体このくらいということで、結構軽いし取り回ししやすくていいですね。はい、というわけで今日はここの環境のライティングを改善してみましたっていう動画になりました。ご視聴ありがとうございました。